北側、左岸から見た上松橋、上松橋は、埼玉県深谷市畠山と同電柱にかかり、荒川を渡る、埼玉県道69号深谷嵐山線の道路橋である。上流にある重忠橋が完成するまでは、旧川本町の町域の荒川を隔てた南側と北側を結ぶ唯一の橋であった。また、埼玉県の第二次緊急輸送道路に指定されている。橋は荒川河口から 85.6km の地点に位置する橋長は 370.0m、総幅員 10.3m、有効幅員 9.5m、最大島長 55.0m の8景観の単純合成、プレートガーダー橋の一等橋である。歩道は上流側下流側ともに設置されている。橋面は車道側は 1.5%、歩道側は 2% 強の横断勾配が付けられている。橋の両側は貸段丘の段丘面になっていて堤防がない。この橋から北に進むと旧川本町の中心地となり、国道140号に至る。定期便の公共交通は設定されていないが、デマンドバスである深谷市コミュニティバス川本南循環の走行経路に指定されている時期があった。上松とは、橋の南詰めにある、本田地区の小技で、その付近に所在した熊野神社の防風林に、松が植林されていたためこの名が付けられたと言われている。渡船場に併設された木造板橋食松橋が、開通する以前は、上松の渡しと呼ばれる、小川道に属する船2艘を有する間接の渡船で、対岸を結んでいた。渡船場はいつから存在していたかは定かではないが、徳川幕府が渡船場に橋を架けることを禁じたことから遅くとも1867年12月頃。場所は現在の橋のやや下流側に位置していたが、背の位置が変わるたびに、それに合わせて渡船場の場所を変えていた。まだらしも行われ、2艘あるうちの1艘は、荷馬車を積載できる馬船もしくは工作船と呼ばれる大型の船を運航していた。大政官令により架橋が解禁された1871年より、減衰期である冬場を中心に、木造の板橋による仮橋が架けられるようになった。渡船の運航は6時から20時までだが、時間外でも船頭に知らせて利用したいことを告げることで渡してもらえた。渡船賃は、運行時間内であれば無料であった。渡船の廃止時点である1951年までは、県が運営を行っていた。上松環水橋1949年10月2日、本畑村長を会長、務川村長及び、小布島村長を副会長として、上松橋架橋規制同盟会が結成され、県に架橋の請願書を提出し、それを受け、県議会で環水橋の建設が可決されたことで1950年8月28日事業、着手され、同年10月7日起工された。総工費は1000万円でうち、4分の1の250万円は、本畑、向川外7町村が負担した。橋は、日本初のコンクリート製の環水橋として架橋され、1951年4月28日完成及び、開通した。橋長133メートル、幅員 3.6 メートル。増水時における水圧に対処するため、水面からの高さは2メートルと低くなっている。欄干は設置されなかった。道幅が狭いことから、片側交互通行であった。大型車の通行は可能で、多い日は1日約500台の大型トラックが通過した。橋は、河川区域内を通る左岸側の取り付け道路が橋面よりも低くなっていて、その箇所が冠水しやすく、年に数回渡し橋が不能になるため、1953年村議会で橋を南側に延長するための請願書を県に提出する決議を行った。県も橋の延長の必要性を認め、南側延長工事を行い、昭和36年完了した。これにより橋の長さは175メートルに延長された。この橋の開通は沿岸両村の合併のきっかけとなり、1955年2月11日両村は合併して両岸とも川本村となった。環水橋は現在の永久橋が竣工した後も使用は継続されたが後に撤去された。現在、橋脚の痕跡がすぐ下流側の河道に存在している。交通需要の急増に対処するため1967年に総工費2億9000万円を投じて事業に着手され、1969年9月14日工事に着手し、1971年3月25日、それまでの橋のすぐ上流側に永久橋が竣工し、旧橋より付け替えられた。これが現在の上松橋である。橋の施工会社は、上武工は、桜田機械工業が行い、仮設工法として、最も一般的な工法である、トラッククレーンによる、ベント工法が用いられた。下部工の施工は古郡工務所である。橋桁の塗色は竣工当時は朱色であった。現在は、青系統の塗色である。開通式は1971年11月21日午前10時より、橋の南詰めで挙行され、工事関係者のほか近隣市町村の首長の450名、及び住民など、約200名が出席し、7組の3世代家族による渡り初めが行われた。開通当時は、大里郡川本村に架かる橋であったが、1977年2月11日に、川本村は、調整施行して川本町となり、2006年1月1日の市町村合併で川本町は深谷市となった。2004年に埼玉県が事業主体となり、橋脚にコンクリートを巻き立てるなどの耐震補強工事が実施されている。なお、1953年4月に建立された上松環水橋記念碑が、現在の橋の南詰上流側に移設されている。上松橋の下流にある押切橋付近との間の荒川はそれまで広大だった河川敷が次第に狭窄になる。荒川はこの橋付近を船頂とする扇状地形である荒川新扇状地が形成されている。下流側には白鳥平市があり、上流側には水管橋である埼玉県企業局の荒川第二水管橋がかかる。また、毎年夏には橋周辺の河川敷で深谷花火大会が開催され、見物客で賑わう。ありがとうございます。